はい、それでは始めます。それでは、本日はですね、かっこいい実務家インタビューということで、独立起業してですね、活躍されている先生方をですねお招きして、インタビュー動画ですね、撮影させていただいております。本日お越しいただいてますのは、薬膳のですね、薬膳の講師をされている篠田智子先生にですね、今日はお越しをいただいてます。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。もうね、なんか明らかにね、もう健康なこのお肌のこのね、あの綺麗なあの方でいらっしゃって緊張しますけれども、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ですね、今ですね、弊社レック東京リガルマインドでは結構資格試験を取ってですね、その後独立して開業して頑張っていこうかな、あとはまあ、ちょっとした、退職した後に、第二の人生をどういうふうに歩んでいこうかとかいうことで、はい、やはり独立起業っていうのをちょっと視野に入れてる方が、結構いるんですよ、はい、でもその一方で、本当に自分がこうリスクを背負ってですね独立していくということについては、いざ一歩踏み出そうとするとですね、なかなかちょっと勇気が出ないとかいうこともありますので、ぜひ今日はですね、まさに独立起業なさっているあの先生にいろいろお話を伺ってですね、少しこううちの受講生にも元気づけるふうにですね、はい、なっていくといいなというふうに思っています。はい、はい、でじゃあ早速なんですけれども、先生すみません、まず簡単な自己紹介とですね、はい、お仕事の触りの部分だけちょっとお話しいただいてよろしいですか。はい、はい、薬膳講師をしております篠田智子と申します。よろしくお願いいたします。はい、私の仕事はですね、心と体を、健康にするというところで、お悩みのある方にですね、薬膳の考え方、それから、食べ方というのをお伝えしております。なるほど、はい、あ、心と体っていうふうにおっしゃいましたよね、はい、薬膳、健康な食事によって体が健康になるっていうのは私でもイメージがつくんですけれども、はい、心にもやっぱり影響があるっていうことなんですかね。はい、心にも影響がありますね。やはり普段から食べているものによっても、やはり影響がありますので、そこをしっかりとどういうふうにしたらいいかっていうお話はさせていただいております。なるほど、はい、また後ほどお仕事の詳しい内容っていうのをぜひ、はい、聞かせていただきたいんですけれども、はい、じゃあその今やられているお仕事の、はい、きっかけといいますか、どういうふうにして今の姿になろうかっていうような、その選んだ理由というか思いというかですね、はい、お聞かせいただけますか。はい、はい、この仕事を始めようと思ったきっかけなんですけれども、私の妹がですね、重度のうつと、それから摂食障害という病気をしまして、そしてですね、42歳の若さで亡くなってしまったということがありました。はい、でそれによって、救うことができなかったんだろうか、なんでこういうふうになってしまったんだろうかっていうことをですね、常々考えておりまして、それで薬膳というものに出会ってから、もしかしたらこれでうまくいったんではないかというようなところがちょっと見えてきたという、経緯があります。はい、なるほどですね。妹様のそのあれですよね、本当におつらい状況だったかと思うんですけれども、はい、もともと薬膳の講師、はい、をしようっていうんではなくて、やっぱりその、事故といいますか、その起きてしまった後に思い立ってやるということになったんですかね。はいはい、なるほど。そうするとかなりあれですよね、今同じような立場に立たれている人に対する思いというか、そうですね、やっぱり同じように妹さんと同じように、ね、ならないようにというか、ご支援をしたいっていう強い気持ちをお持ちということですよね。そうですね。はい、なるほど。じゃあ先ほどもちょっと触りの部分だけ、伺ったんですけれども、よろしければ本当にちょっと興味を持った方も多いと思うので、はい、どういうことなんですかね、詳しくこうどんなご支援をされているとか、はい、こういう仕事によってこういうふうに人に貢献しているみたいなですね、はい、教えていただけますか。そうですね、コロナによってですね、今現在ほぼほぼオンラインで、講義の方をさせていただいておりまして、ワークショップという形で90分間ですね、その季節にとっておきたい食材ですとか、はい、何かお悩みがあるというピンポイントのところですね、お伝えできればと思って、90分講義というのを始めました。90分、今おっしゃった、はい、オンラインというふうにまず
おっしゃいましたよね、はい、だから先生講師として、薬膳に関する知識を提供されているんですけど、はい、それは何か教室どっかに集まってくださいっていうものではなくて、はい、あれですかね、ウェブ会議のようなものを使って、はい、お客様はご自宅から出ている感じなんですかね、はい、そうです、はい、あ、先生も例えば先生のご自宅からであったりセミナールームからであったり、はい、動画を配信してやっているということなんですね、はい、あ、集まってその90分の、はい、そのワークショップということなんですけれども、はい、それはどんな感じなんですかね、季節によって変わるっていうふうにおっしゃったんですけれども、はい、どんな内容なんですか。はい、中国の医学の考え方っていうのは、うん、まずはその人の体質から見ていくんですけれども、うん、あとはその季節によってどのように過ごしていったらいいのか、どんなものを食べたらいいのかっていうのがかなり大事になってくるんですよね。でその季節によって合わないものとか、うん、体質に合わないものを取っていることによって体がもしかしたらバランスが崩れているかもしれないといったことをですね、お伝えしております。あ、なるほど。例えばじゃあ本当に今季節によって本当に変わるっていうことだったんですけれども、はい、じゃあ例えばこう梅雨の時期だったとしますよね、はい、じめっとしている時期に、はい、なんていうのかな、カラッとしている時期に比べると、はい、この食材は良くなくて、はい、この食材がいいみたいなものがやっぱり季節によって変わっていくっていうのがあるんですかね。そうですね、はい、なんか一個だけでも具体的にちょっと一つだけでもヒントをいただくと、そうですね、嬉しいんですけど、はいはい、梅雨の時期って体にどうしても湿気がたまりやすくなってくる、うん、というところがあるんですけれども、もともと持っている体の中のむくみとかそういったものももちろんあるんですけれども、うんうんうん、今のこのジメッとした湿気の部分を、飛ばすという意味ではこの時期には本当にネギとか生姜とかでも散らすことはできます。辛味の成分ですね。ただ、こういった食材がちょっと強すぎるっていう方もいらっしゃるので、その場合にはシソなんかでも十分に、シソとかね、みょうがとか今出てきてますからね、はい、そういったものでもよろしいかと思います。季節的に今こういう傾向があるから、はい、こういう食材が向いてるよと。ただしその人それぞれの体質もあるから、それに合ったやっぱり食材選びが またさらに細分化していくというか分かれていくというか、そうです、イメージなんですかね。はい、なるほど。そうすると先ほどのこうズームとかそのウェブ会議とか、はい、そういったオンラインによってワークショップをなさるっていうことだったんですけれども、はい、これは知識をじゃあ一方的にこれを食べなさい、あれを食べなさい、こう料理しますっていうんではないってことなんですかね。その人その人に応じてアドバイスをしていただけるということですね。はい、ワークショップの人数っていうのも、うん、ある程度は限らせていただいておりまして、やはりいくつかタイプ別に食材の方をご案内させていただいてるんですね。はい、でもしかしたら自分はこの体質かもしれないなっていうところでその食材を選んで、それでもってレシピ作りの方をちょっとやってもらおうかということをやってますね。はい、レシピも作れるんですね。そうですね、なるほど。そのレシピの作り方も簡単にできる方法をお伝えしてますので、はい、うまく使っていただくと使えるということですね。はい、いやでもね、多分ね、私のようにちょっと野菜炒めしかやったことがありませんとか、はい、鍋ならできるんですけどみたいな、はい、頑張ってカレーかなみたいな、ええ、そういう人からすると、はい、薬膳っていうとすごく敷居が高いというか、うん、すっごいこう中国の山奥に行って、はい、厳選たるこう、ね、幻の薬草を持ってきて、はい、ね、このなんていうのかな、切り方もね、この緻密にやって、はい、でちょっとした調合を間違えると、はい、なんか、ね、毒になってしまうみたいな、なんかね、そんな勝手なイメージがあるんですけどなんか大変そうなイメージがあるんですけど、そうですね、はい、冷蔵庫に入っている魔法 その薬草みたいなのでいいんですけど、あ、そうですか、はい、もう身近な食材で、組み合わせて作るっていうことができるのが薬膳なので、なあまり難しく考えずに、皆さん取り組んでいただいております。あ、先ほどそうですよね、ネギとか生姜っていうふうにおっしゃってたから、はい、私が例えばスーパーに行って買えるような食材で、はい、しかもなんか特別な調理をしなくてもちょっとした、
切って盛るじゃないですけれども、はい、ちょっと茹でるとか、はい、いうくらいでできちゃうというイメージなんですかね。そうですね、はい、あ、それを聞くとちょっとですね、ちょっとやってみたくなりますよね。やってみたくなりますね、はい、料理がね、あの、どうしようかな、もうね、料理自体をね教わったことが全然なくて、はい、ちょっとこの際ちょっと料理からちょっと一から教えていただこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、あの、そうそう、この講座の中でやっぱり、はい、あのちょっと注意点とかも、はい、あのお伝えしているんですね。なぜかというと、あの、全ての食材が万能ではなくって、人によってはやっぱり強すぎて、うん、あのそれが出ることによって体調を崩すということもあると。先ほどの特にネギ消化とかっていうのは本当に強い食材ですので、使い方を誤らないでほしいなというところ で、ね、体質的にちょっと合わない方には、あの別のものをご案内するという、うん、そういうような感じですね、うん、はい、あ、それはいいですね。だからこそレシピもそのまず基本を90分間の中でインプットさせていただいて、はい、それに基づいて季節を考えながら、自分の体調も考えながらレシピを僕らで、まあ、素人なりに考えてみて、はい、それをなんか先生と共有して添削していただけるようなイメージなんですかね。そうですね、これいいですね、はい、ちょっとやってみたいですね。これぜひちょっと私も参加させていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、いや、ちょっとね、なんかご飯食べたくなってきたな。でじゃあすいませんね、じゃあ先生ね、その講座をしていただく中で今非常に魅力的なことをいっぱい言っていただいたと思うので、はい、もう、あの、かなり言っていただいたかなと思うんですけど、特にやっぱり先生が大事にしている、はい、篠田先生のこの良さというか、はい、ここいいですよっていうのはありますか。はい、あの、他の方がやっていないことっていうのをやっぱり、やらなければというのがちょっとあったんですけれども、やっぱり一つにはですね、あの、メンタルの部分ですね、はい、これは、あの、私の妹がやっぱりトラウマによって体調を崩してしまった、でしかも食事もままならないっていう状況になった場合に、やっぱり薬膳すらできないわけですね、うんうん、そうなってしまうと、もう本当にどうしていいか分かんないというところもあるんですけども、このメンタルのセラピーっていうのをちょっと私はやってるんですけれども、まあ、これっていうのは何かというと、まあ、脳の方ですね、はい、あの、聞いたことあると思うんですけども、潜在意識と顕在意識というのが、うん、はいはい、ご存知ですか。はい、はい、で、あの、潜在意識がもうほぼほぼ9割で、うん、無意識と言われるところですよね。で、そして顕在意識っていうのは本当にわずかな部分なんですけれども、あの、セミナーとかそれから書籍なんかを読んでこう変えようとするところっていうのは顕在意識の部分なんですよね。それではなくって潜在意識のところに働きかけていくセラピーとなっていますので、あの、ほぼ思い込みとなっているところを少しずつ解決して差し上げたいなということをやっております。お、はい、なるほど。食をこうするといいですよっていうことだけじゃなくて、はい、あの、気持ちの辛さというか、はい、でしかも見えていない部分、まあ、潜在ですもんね、はい、だから表面的なことではなくて、なんですかね、その人のまさに無意識下において行われているような働きっていうのをセラピー、はい、セラピストとしても活躍されて、はい、なるほどですね。やはりストレスってどこからでもやってくるじゃないですか、うん、はい、今は人間関係でもそうですし、あとは、まあ、あの、受験勉強とかでもそうだと思うんですけれども、はい、ストレスっていろんなところからやってくるので、まあ、そういったものを少しずつ、あの、取り払ってあげたいなというところと、このセラピーの面白いところはですね、集中脳を作ることができるんですね。集中脳、はいはい、脳のお掃除をしてあげることによって、あの、集中できる脳っていうのがあるわけなんですよ。はい、まあ、これが、やっていくうちにですね、すっきりするというか、まあ、1回でももちろん15分ぐらいですっきりできるものなんですけれども、はい、雑念が消えていくみたいなイメージなんですかね。そういうことですね。なんかいろいろとぐちゃぐちゃぐちゃ悩んじゃって、はい、お仕事が進まないよとか勉強できないよとかっていうのが、はい、あ、それはちょっと興味がありますね、はい。セラピーっていうのはそのなんですか、こう1対1で面談かなんかをしていただいて、はい、なんかカウンセラーみたいなイメージなんですか。なんか聞いていただけ、お話を聞いていただける感じ。ほとんど聞かないです、うん、聞かない。あ、聞かない。聞かないです。逆に、もちろん聞いてあげることもできるんですが、言ってすっきりするようなお話ではなくって、まず、その方が持っているものを、どんどんこう思い込んでいるものを取っていくような感じですね。なるほど、なるほど、はい、ちょっとそれはかなり僕受けた方がいいかもしれないですね斬新ですよね。98% 思い込みで生きてますからね、はい
ちょっとその点もちょっとご相談させていただこうかな、はい、詳しくどうなんですかね、それそういったお話をね今聞いていただいている皆さんはちょっと興味を持って、なんていうのかな、ちょっとや体験してみたいというか、うん、どういったものか詳しく知りたいっていうことがあるかと思うんですけれども、はいはい、先生のその会社のホームページとかにそういったご案内も出ていたりするんですかね、はい、これはもう個別のご相談とさせていただいてます。なるほどね、はい、やっぱり悩みが深い方にやっぱり寄り添っていくっていうのが私のテーマなので。なるほど、はい、順番としてはじゃあ薬膳のこのワークショップ等に参加をいただいて、はい、お気持ちの面でもちょっと相談したいっていう方に個別にと。そうですね、対応なんですね、はい、いやありがとうございます。ちょっとまずワークショップに出るようにしますのでよろしくお願いします、はい、お待ちしております、はい、じゃあ最後ですね、まあ、特に、まあ、レック今聞いているレックの受験生の人多いかと思うんですけれども、はい、独立開業とかですね考えている方に何か一言メッセージをいただけると嬉しいなと思ってます、はいはい、もう本当に一言言うと人はやればできるに尽きるかなと思うんですよね、うん、私もいろいろとブレることたくさんあったわけなんですけれども、最終的に誰のために何ができる自分自身なのかということを考えるようにしてます、はい、まあ、それによってやっぱりブレない自分作って、そして、使命に向かってもう突き進んでいくといったイメージですかね、はい、なるほど。いやまさにもうかっこいい実務家インタビューというねこのタイトルにまんまですね最後理想的な形で本当に締めていただいてありがとうございます、はい、どうもありがとうございます。じゃあぜひちょっと私自身もお世話になりたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。